1943年の沢村栄治の成績をご覧ください。やっぱり区軍はクソだわ。悲しい。わかるわ。かつての面影は全くないし。参考として1937年春の成績も貼っとく。防御率やばいな。沢村賞をあげたい。沢村栄治は生まれる時代を間違えたな。意外と奪三振率低いんやな。サインもらったりして好きな選手やったし悲しかったわ。二度の兵役でボロボロになったんだよね。しかも最終的に戦死したし。ワイサカブタヤが説明してくれ。すごいピッチャー。赤髪残王に手榴弾ポイする要因。肩すってってゴミか。やっぱ戦争ってクソだわ。陸軍は文化人や熟練校まで徴兵した。戦後陸軍が嫌われるのも残党だわ。一方杉下音隊長官。杉下お前野球やってたんだってな。じゃあ手榴弾投げ競争に出ろ。杉下俺一塁手で肩弱いんだけどどうしよう。仕方ない練習するか。杉下あれ練習してたらなんか肩が強くなったわ。終戦後実業団の監督。お前球速いから投手やで。林と沢村がいたら日本はプロアマ混合時代の五輪で世界一になっとったんやろな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。